ロングイエールビーンは、ノルウェー領、スバールバル諸島にある町。スピッツベルゲン島西部のイースフィヨルド南岸に面している。人口は2040人で、スバールバル諸島人口の大半を占め、1000人以上の人口を有する町の中では、世界で最も北にある。かつては炭鉱町だったが、現在では観光、教育、研究にも重点が置かれている。 長らくスバールバル総督府を通した政府直轄管理が行われていたが2002年に基礎自治体に相当する地域行政府が成立したロングイールビューエンとも呼ばれるまたスカンジナビア航空の日本語サイトではロングヤビーエンと表記されている街の名はロングイエールの街の意ロングイエールとはスバールバル諸島で炭鉱経営を行った アメリカ人実業家、ジョン・マンロー・ロングイヤーのことである。対岸、ヒョルス山から望むロングイエールビーン。手前は、アドベントワン奥は、ロングイエール国。ロングイエールビーンはスピッツベルゲン島の西から中央に、かけて大きく入り込んだ、イースフィヨルドの南側に位置している。イースフィヨルドの中ほど南側、南西から、アドベントワンに注ぐロングイエール側の両岸にまたがる。 形で街が広がっている。上流側からニーバイオン、スバードラップバイオン、ホーゲン、リア、ゴンラ・ロンユビューン、スコージェリングアなどの地区がある。イースフィオルド南岸を西に3 6トル行ったところにロシア人による炭鉱町バレンツブルクがあるが道路は通じていない。典型的な有事谷であるロングイエール国に位置している。谷の採用部には 氷河が残っており、両側は大地になっている。谷の崖面には、砂岩や結岩からなる、第三季の地層が露出しており、その下にわずかに傾いた、石炭層がある。スバールバルの中でも気候が穏やかな地域であり、同緯度の他地域と比べて、生物学的多様性が大きく、レッドリスト諸州の気象種も多く存在する。ロングイエールビーン議会の依頼に基づき行われた、 ノースクインスティトゥートットフォーネイチャーファースクニングによる多様性調査によれば、ノルウェーのレッドリストもしくは、カテゴリー3に属する希少種は178種あり、その内訳は、菌類や地類が多く、他に、苔植物と、遺タバ植物とが挙げられている。スバルバルの自然は、気候や地質学的過程と生物の分布拡大によって、作られたものである。しかし、 人類の活動もまたロングイエールビーンの植生や景観に影響を与えており、特に養分が供給されることで草がよく茂るようになっている。1990年代のロングイエールビーン緑化計画により中心部の坂道に種がまかれ、この部分は緑で覆われるようになったが、そのせいで外来遺伝種源が持ち込まれた。その後2002年のスワールバル環境保護法により、 自生可能な生物の持ち込みは規制された。周辺には、スワールバルトナカイ、スワールバルライチョウ、北極ギツネなどがいる。川、池、湿地などは、鳥類の生息繁殖地となっている。北極ギツネの生息地は、ブヨーオンドリン、ニーバイオン、境界の後配地が登録されている。狩猟海近期であってもロングイエールビーに一体での、 北極ギツネのハンティングは禁止されている。島の西側を流れる暖流と頻繁に通過する低気圧の影響でロングイエルビーンの気候は同緯度の地域と比べて穏やかである。ロングイエルビーンへと通じるイースフィオルドは冬でもほとんど凍らないため北極海航路における重要な拠点の一つにもなっている。しかし、それでも冬季は寒さが非常に厳しく 夏季でも月平均気温が摂氏7度というツンドラ気候であり、年平均気温は低摂氏4度、植物の成長可能期間は70日でしかない。冬には強風が、夏には霧がよく出る。ノルウェー本土で最も乾燥した地域と比べても、なお降水量が少なく、年間190ミ、mm、リメートルというノルウェーの高雨観測所における最小記録がある。 スバールパル諸島での降水は、バレンツ海から吹く、極東風に寄っているため、スピッツベルゲン島南東部での降水量は、ロングイエールビーンの3倍になる。北緯約80度という位置のため、1年の大部分が、白夜か極夜になる。白夜は4月20日から8月23日までであり、下市の太陽高度は1日中11度から35度の間にある。 暗記は10月26日から2月15日までであり、このうち11月11日から1月30日までは、白明にもならないためずっと夜が続く。暗記には、晴れていれば頻繁にオーロラを観測できる。スバールバル諸島は1596年にオランダ人探検家のウィレム・バレンツが発見した。17世紀前半、ヨーロッパ各国がスバールバル諸島での捕鯨権をめぐって、 構想になった。その後デンマークノルウェイとイギリスが領有権を主張したが、どちらも実行支配することはなく無主地のままであった。19世紀にアドベント湾を訪れた人々は主に観光目的だった。最初の旅行期は1807年に遡り、それ以来小型船の所有者や船を借りた者たちが多く訪れている。 1893年にはハンブルクアメリカ航路の客船コロンビアがアドベント湾を訪れている。これは100人の乗客と17人編成のオーケストラを乗せた豪華な客船だった。ノルウェーの選手でスワールバールへの観光船を運航するものもあったが外国籍の船の方が数は多かった。1896年、現在空港がある近くのホテルにセットに ホテルが建てられた。経営者は、ベスターリンズ汽船会社で、ノルウェー沿岸航路を確立した、リチャード・ウィズであった。17世紀の捕鯨時代にはすでに、スバールバルに、石炭交渉があることは知られていたが、ドロムソ出身の船乗り、ザハリア船、サンザ・チャリア船がこの島の石炭産業の先駆者だと、考えられている。ザハリア船は1899年の夏に、 イースフィオルドを挟んで、北側のボマンセットなどから60立方メートルの石炭をトロムソへ運んだ。ただザハリア戦の石炭は、モナコ大公アルベール一世の輸行船で使われたりもしているが、結局彼は経済的な利益を上げることはできなかった。炭鉱2ビット、サンタクロースアメリカ人実業家、ジョン・マンド・オロングイヤーとフレデリック・エイヤーが設立した。 北極石炭会社が創業していた10年間をアメリカ時代と呼ぶ。1900年、トロンハイムの実業家ネスほか3人がカルコンライアットトロンハヘムスピッツバーガンを設立し、この地の石炭交渉を占有するために8名の人間を送り込んだ。しかしほぼ同時期に石炭最高に詳しい外国人らが周辺の石炭交渉を占有し、争奪戦を繰り広げていたため、 ネスらは権利や資産を売って撤退することにした。一方、ロングイヤーは1901年家族と共にミシガンからスワルバル諸島への船旅をし、スピッツベルゲン島南部の炭鉱やアドベント湾近くの石炭路島を見て興味を持っていた。彼は1903年に再びアドベント湾を訪れ、ネスの会社がホーテル2セット近くで採集したサンプルをアメリカに持ち帰った。 石炭は良質で事業可能性はあったが法的な条件が不明瞭な地に投資することには躊躇した。1904年ノルウェー外務省がスピッツベルゲン島は無所の地であると確認した後に契約が成立。ロングイヤーとエイヤーはボストンに北極石炭会社を設立し、ネスの会社は1万8000クローネの現金と北極石炭会社の株式5万クローネを得た。 当初最高事業はロングイヤーのオイマンローに任されていた。マンローは1905年に現地調査を行い、翌1906年にホーテルにセットのホテルに陣取って作業を始め、バラックやリーフトを設置し、石炭層を65メートルほどを採掘した。ところが1907年にマンローが難破して死亡したため、ロングイヤーがボストンから文書と電信で指示を、 私実質的に最高に関わることになる。1910年頃には非公式ながらしばしばロングアーシティと呼ばれるようになり、これが現在のロングイエールビーの名の由来である。コ府フは通年で200から300名、夏場にはその場合が働いており、その大部分はノルウェー本土やスウェーデンから来ていた。コフたちの住環境は劣悪で供給が乏しいことから、 食事や衛生状態もひどく、単に本土の最高上や建設現場より賃金が良いというだけの理由で集まっていた。一方管理するのはイギリス人やアメリカ人であり、文化の違いから不満が募った。1912年夏にはサンディカリスムを信奉するスウェーデン人が中心となって大規模なストライキが起きた。九百十三年夏には年間産出量が三万トンになり、 第二炭鉱も改作された。しかし技術的な問題、低下する石炭価格、労働争議、あるいは船の管理、資産税、電信中継局といったノルウェー当局との間の問題に悩まされ、大幅な赤字ですぐに利益が出る見込みもなかった。その上、第一次世界大戦が始まると銀行が融資をやめ、補修部品が入手困難になり、食料価格も上昇した。 結局1915年9月に北極石炭会社は創業をやめすべての従業員を解雇した。10年間に350万クローネが投資され、総産出量は20万トンだった。1916年北極石炭会社がノルウェー司法に売却され、大ノルウェースピッツベルゲン石炭会社が経営するようになった。当時、 SNSK は私企業であったが、ノルウェー政府に経済的に依存していた。さらに、スバルバル条約によって、ノルウェーの領有権が確立したことで、名実ともに、ノルウェー時代の幕開けとなる。ロングイヤーシティの創業が止まった後、ノルウェー中央銀行や、地質学専門家、アドルフ・ホルといった、様々な関係者が参加しその資産を売却することになった。 1916年、ノルウェーの八つの銀行、電気化学工業のエルコムとハイドロ、そして、首相の軍なるクヌード船を株主とするノルウェー、スピッツベルゲンシンジケートが設立され、北極石炭会社を350万クローネで買収する。さらに、ロシア資本が目をつけていたグランフヨーデ電の創業権も買収し、スピッツベルゲン島に合わせて1200キロ平方メートルを獲得した。 これは、スワールバル諸島に対するノルウェーの経済的支配権を固める意味で極めて重要な取引だった。しかしあくまで権利を買うために作られたシンジケートであって最高活動を実施することは意図されていなかったので SNS 系が設立されてこれに資産を売却した。第一次世界大戦のため石炭価格が高騰しており SNS 系の経営は 当初好調だった。最初の年の利益は100万クローネであり、配当金が支払われた。しかし1920年に第一炭鉱で、粉塵爆発が起きて、創業を続けられなくなると、SNSK は深刻な経営危機に陥って、ノルウェー政府からの経済的支援が必要になった。この頃 SNSK に限らず各社は、石炭産出について、非常に楽観的だった。 政治的経済的な動機があったことも理由の一つだが交渉探査や創業条件の見積もりが不正確であったこともある。そのため戦後石炭価格が低下すると多くの企業が負債を作ることになった。しかしノルウェーのスワールバル諸島の領有権は確定しておらず領有権を主張するために存在感を示すことが重要だったため政府は各社を援助した。 1925年にスバルバル条約が発効するとノルウェー当局は世界的な不況を鑑みて SNS 系のロングイエールビーンでの活動に集中することに決めブヨーナニやキングスベーカルカンピニーといったノルウェーの石炭会社は創業を停止した1943年9月8日にロングイエールビーンを砲撃した戦艦シャルンホルストこの艦は 同年12月26日にノールカップの北およそ60海里で12機の魚雷により沈められ、1800名の乗組員のうち救助されたのは36名のみだった。第二次世界大戦中、ロングイエールビンの炭鉱は1941年夏まで通常通り操業していた。しかし1941年9月3日、在ロンドンのルウェイ亡命政府と連合国軍の 決定によりスワールバルの住民は全員イギリスに避難した。同時に石炭や石油の備蓄、発電所や無線局といった戦略的な対象は破壊された。翌1942年春に自由ノルウェー軍はロングイエールビーの炭鉱を再開させるフリサム作戦を実行する。この作戦の参加者の多くはかつての炭鉱労働者たちであり、指揮官は SNS 系の社長であったアイナル・スヴェルドルップ、中佐だった。しかし輸送船はバレンツブルク沖でドイツ空軍の爆撃を受け、スヴェルドルップ他12名が死亡。生き残った70名はバレンツブルクで越冬し、翌1943年7月にようやく救助された。連合国軍は増援部隊を送りロングイエールビーンなどに駐留することになった。 一方ドイツ海軍は1943年9月、シチリア作戦を実行。戦艦ティルピッツとシャルンホルスト、駆逐艦9隻を送り、スピッツベルゲン島を9月6日から9日まで占拠した。ロングイエールビーンは9月8日の戦艦、シャルンホルストの砲撃により火がつき、最も奥にあった、集落スワードラップバイオン以外は焼けてしまった。戦争被害により SNSK は、 さらなる経営危機に見舞われ、社長のヒルマール・リークソンは、ノルウェー政府が戦争被害を代償すべきだと主張した。そこで1943年、1944年、1946年には政府が融資をし、1945年の民間融資には政府保証をつけた。1948年、SNSK に対し1650万クローネの 戦災保険が支払われ、ロングイエルビーインの炭鉱は創業を再開する。創業の合理化に取り組んだ結果、1963年には石炭酸質量は年間40万トン近くになり、これは20年ほどで枯渇するペースだった。そのため1970年代になるとスフィーグルーバの石炭交渉の調査が始まった。 街並み20世紀前半のロングイエールビーンは私、企業、SNS 系による企業統治が行われていた。石炭を採掘することだけでなく、住居や食品日用品の供給、通信手段の整備なども経営のうちであった。一方、ほとんどの従業員が家族を本土に残してきており、労働者がバラック小屋で暮らす男社会であった。つまり、 石炭産出だけを目的とした社会であり、そこへの投資は SNSK にとっての必要性と SNSK の経済力とで決まっていたのである。1925年に領有権が確定した際にも、スバルバルを独立の県内主自治体にするという提案は国会で支持されず、代わりに政府の代理人たる総督による特別な行政体制が選ばれた。 1960年代を待たずに近代化、民主化の要求が出始めたが、開発をコントロールするという点が重視され、地方自治の導入は時勢に合わないと考えられた。1970年代になると、ノルウェー政府は、スバールバルの統治に力を入れ始める。1971年、中央及び統治の行政に対する諮問機関として、スバールバル地域審議会が設けられ、 住民にとって重要な問題を取り上げることができる場となった。1976年ノルウェー政府は SNS 系の株式を取得し国営化した。スバールバルの予算は1971年から1985年で7倍になった。スバールバル地域審議会は1981年スバールバル理事会へと発展したが、 地方自治に関しては1980年代を通じて大きな変化はなかった。1990年代初頭までは全てが炭鉱中心に回っていたが、次第にノルウェー本土の田舎町とあまり変わらない、家族が暮らす場所へと変わり始めた。1995年の国会決議を経て、ツバルバル理事会の代わりに選挙による議会が統治する。 地域行政府を創設するという政府案が1999年に示された。この自治体の権限は近隣の居住地を含む土地利用計画に限られ条約や環境に関連した問題については除外された。地域行政府は2002年に成立したが実際には住民の大半が自治の導入に反対していた。今日では観光、研究、 高等教育を含む様々な仕事があり、水泳プール、体育館、飲み屋、ホテル、映画館などの様々な施設がある。石炭採掘には延べ労働量の半分が当てられておりかつてより盛んになっているほどであるが、主な炭鉱はスフィーグルーバに移っており、従業員はロングイエールビーンから飛行機で通っている。ロングイエールビーン周辺には、 石炭酸質関連の施設が残っている。第二次世界大戦で焼き払われたため多くは戦後のものであるが、中にはアメリカ時代からのものもある。スバールバル教会スバールバル教会は、スバールバル諸島で唯一、かつ、世界最北の教会である。もともとはスピッツベルゲン救世主教会という教会があり、これは1921年にわずか50日間で、 建てられ、SNSK と内国電動団により運営されていたが、1943年のドイツ軍による砲撃で焼けた。現在のスワールバル教会は1958年に再建されたものである。ノルウェーの教会は一般に、ノルウェー国教会の教区に属し各自治体が運営と維持に責任を持っているのに対し、スワールバル教会は国営であり、ホーム、 警察省の予算で運営され、国有建造物管理局が管理しているという点で、独特である。ノルウェーの法律は一部の基本的な法律を除いて、スワールバル諸島には適用されないため、教会法も適用されない。ロシアの炭鉱庁バレンツブルクとポーランドの研究基地、ホーンスンに対しても、それぞれ正教会やノルウェーのカトリック教会と協調して、 教会としての機能を果たしている。ロングイエールビーンには普通の保育園が2つと、家庭保育園があり、計103名の児童が通っている。本土の保育サービスが自治体の援助で行われるのに、対し、スバールバルでは子ども平等社会省の支援を受けている。本土の保育園法は、スバールバルには適用されないが、子ども平等社会省の支援条件として、 同様の枠組みが用いられている。ロングイエールビームスクールは、スバールバル諸島における諸島、中東教育を担う学校である。SNS 系が創業を始めた年から教育が始まり、1921年に教会ができると、その一室が教室となる。1937年には制度化され、翌年独自の校舎ができた。 第二次世界大戦中にはイギリスに疎開して教育が続けられた。戦後人々が戻ってきた時校舎は焼けていたが、1951年にできた新議児童に移り、さらに1971年には新校舎が落成した。学校運営は1976年に SNS 系から教会、教育、研究所へ、2007年からは地方行政府へと移管された。 初等教育、学童保育、中等教育に、それぞれ224、62、24名の児童がいる。大学センター1993年秋、スバールバル大学教育課程が開設された。その後、スバールバル大学センターと解消し独立した組織になったが、もともと、オスロ大学、ベルゲン大学、トロンハイム大学、 トロムソ大学を基礎としてできた組織である。2006年4月には、スワールバルリサーチパークの中に移転した。世界最北の高等教育機関であり、北極圏に関する生物学、地質学、地球物理学、工学などの課程があり、学士、修士、博士の学位を授与している。教育は英語で行われ、およそ350名の学生のうち半数がノルウェー。 残り半数以上は北欧諸国の出身である。20名の上近の教授、21名の助教、120名の客員講師らがいる。アイスキャットのレーダー1990年代ノルウェー、政府はロングイエールビーンに石炭最高以外の活動を創出したいと考え、研究と観光に集中することになった。今では研究と高等教育は、 地域経済の柱の一つとなり、直接的にも、間接的にも多くの新たな雇用が創出された。中核となるのは、スバールバルリサーチパーク、アイスキャットスバールバルレーダー、スバールバル衛星通信局、ニツ、ノルウェー局地研究所である。さらに、ノルウェーと国際的研究との調整をする、スバールバルサイエンスフォーラムができた。スバールバルリサーチパークは、 極限の研究や教育についての問題をロングイエールビーインに存在する研究者同士の国際協調によって解決する目的がある。フィールド調査などを行う共通のインフラなどが用意されている。欧州非干渉三段は国際的な共同研究組織であり、ロングイエールビーインから 8km 東のブリノーザ3にレーダー施設を運営している。 半径32メートルの可動式パラボラと地球の磁場の方向へ向けた半径42メートル固定式のパラボラの2機のアンテナからなる。このレーダーは大気、特にオーロラやオゾンの研究に用いられている。スバールバル衛星通信局はロングイエールビンの西側、スバールバル空港を見下ろす第地にある世界最北の衛星地上局で 極軌道衛星の制御やデータ受信を行っている。コングスベルグ衛星サービスとユーメットサットのアンテナが2機ずつ、NASA とノアが1機ずつ、計6機のアンテナがある。またこの通信局は、南極のドローンニングモードランドにあるトロールサット衛星通信局との組み合わせにより、世界で唯一極軌道衛星と、毎週解接続できる、衛星通信局となっている。 さらにグローバル作物多様性トラストが管理するスバルバル世界出資貯蔵庫が存在する。この保存庫は温暖化、洪水、耐火、核戦争といった自然内主人的な災害から保護されるように設計されている。周囲から隔絶していることと永久凍土の中で温度が安定していることからこの地が選ばれた。スコージェリングは地区にある寺がスバルバーは 1930年にスバルバルラジオとして設立された。この鉄塔からはテレビ、ラジオ放送、GSM 携帯電話及びモバイルブロードバンドの電波が送信されている。ノルウェー郵便の郵便局がメインストリートの銀行と同じ建物にある。郵便番号は9170と9171。スバルバーポソンは世界最北の週刊新聞である。 1948年に4ページの壁新聞として始まったが、現在はトロムソで印刷されて、毎週金曜日に発行されている。1996年と2000年にランドスラゴット、フォーローカーラバイザーのアレッツ・ローケ・レイビスに選出されている。ノルウェー宇宙センターの海底光ケーブルがハーシタから、スバルバルへ引かれている。 通信容量は 20Gbps であるが、設計上は最大 2500Gbps まで拡張可能となっている。主な顧客はスバルサットをはじめとするスバルバルの研究施設群であるが、帯域の一部を使ってテラヤが一般向けの通信サービスを提供している。インターネットの他に IP ベースの電話とテレビが使えるトリプルプレイと呼ばれるサービスがあり、これによって、 カナルデジタルの衛星放送35チャンネルや、ラジオ放送と、そのオンデマンド音楽サービスなども、利用可能である。ロングイエールビーンと、スピッツベルゲン島の他の居住地との間は30から155メガビット S の無線で接続されている。GSM 携帯電話は、ロングイエールビーンと、アドベントタに及びイースフィヨルドの大部分、スベア単行との間のレイン国が県内である。 2003年に第三世代携帯電話2が導入され、2008年にはモバイルブロードバンド接続 HSDPA が導入された。スバールバールは電子通信法の適用を受けないが、テランアがフォンドと同様ネトコムに対してホスティングを行っておりネトコムのサービスエリアはテランアと同じになっている。 1949年からハーしたラジオの短波を使った無線電話があったが、1979年にイースフィオルドラジオによる世界最北の静止衛星地上局が開設され、衛星電話回線で電話網に接続された。この電話回線の一つを使ってのルウェー、放送協会のラジオ番組が送信された。 NRK テレビは1984年12月22日に u ーテルサットアイカイニを使った放送網にスバールバルを接続しヨーロッパで初めて衛星制放送を行った。それ以前はビデオテープで送られた2週間遅れの番組を地元放送局が放送していた。スバルサット地上局は国機動衛星と通信するには絶好の場所であったが、 光ファイバーネットワークに接続しておらずデータを静止衛星経由で転送する必要があった。そこで2002年にトロムソからスバールバルへ海底ケーブルを付設する計画が立ち上がった。結局トロール船が活動していない水域ということで、ホンド側がハーシュタに変更され、2003年夏にケーブルが付設され翌年使用開始された。スバールバル空港ロングイェール便の西側にある スバルバル空港には、本土から通年で、航空便が就航している。スピッツベルゲン島には、居住地と居住地を結ぶような長距離道路がなく、夏には船で、冬には、スノーモービルで移動することになるが、スフィーグルーバとニーオーレスギエは、定期航空便もある。ロシアの石炭会社がある、バレンツブルクには、ヘリコプター基地があり、スバルバル空港から従業員を輸送している。 スバールバルに最初に空港ができたのは1958年でアドベントダニの凍ったツンドラを滑走路に使ったものだった。最初は空軍のカタリーナが翌年には郵便飛行機がその翌年には旅客機が飛ぶようになったが滑走路が凍ったツンドラだったので冬にしか運航できなかった。通年利用できる空港の需要が増し。 1973年に新たに滑走路の建造が始まり、1975年9月2日に公式に開港した。その年、リールジュリフィアンにスバールバル妻問題が起きる。空港のソビエト人係官の妻3人がスバールバルに来たが、ノルウェー当局は契約になく、また、ノルウェー人労働者は配偶者を連れてきていないので、不公平だとして許可しなかった。 ノルウェー人の居住地では住居不足が深刻だったのである。4月10日になってノルウェーはエアロフロートの辞任を当初の通りロングイエルビーンに受け入れるが配偶者もその数の中に数えるということで解決した。2007年12月10日、1億2000万クローネかけた新しいターミナルができた。トロムソから航空便で1時間半、船だと2日かかる。 新しい総督府庁舎1925年に領有権が確定した際、スバルバルを独立の県内市自治体にするという提案は国会で指示されず、代わりに王が任命する政府の代理人たる総督による特別な行政体制が選ばれた。2002年になって選挙による議会が統治する地域行政府が創設された。地域行政府は町のインフラ、土地利用計画、 教育や福祉などを担う。地域議会は15名の議員で構成され、4年後と10月に選挙が行われる。選挙権、非選挙権は、ノルウェー人、その年3月末に居住していた北欧諸国の市民、3年以上居住する。それ以外の外国人のうち、ロングイエールビーンに住民登録している18歳以上の者に与えられる。2006年に、 ノルウェー都市地域問題研究所が地域行政府制度の評価をしたところ地域行政府への信頼はあまり高くなく多くの住民が実地はうまく機能していないと考えていた。住民の半数、特にスバルバルに長く住む人ほどこの制度に反対していた。2007年10月21日22日の地域議会選挙には5つの党派が参加し、 有権者数は1563人、投票率は40.27%だった。格闘派の議席数は、労働党7、連立候補者、名簿4、保守党3、スバルバル地域候補者、名簿1、進歩党0となった。ロングイエールビーンは、かつて男性中心の単行長だったが、近年では女性や子供が増えて、本土と比べても普通の町になりつつある。 保育園や学校もある。それでも20歳未満の子供や65歳以上の高齢者の割合はまだノルウェー本土と比べて少なく25%に満たない。スバールバルに住むノルウェー人は本土の自治体の住民として登録されており、そこで投票などを行う。およそ半数が北部4県の自治体の住民として登録されている。一方、 1995年からスバールバルにも住民登録制度ができた。転入、転出の際には届け出る必要がある。雇用主は毎年税務署にスバールバルに居住する従業員のリストを提出しなければいけない。2008年末の人口はおよそ2060人であり、そのうちおよそ6分の1はノルウェー以外の国籍を持つ。代表的な国籍はタイ、スウェーデン。 デンマーク、ドイツ、ロシア、ウクライナである。石炭採掘は今でも大きな役割を持っている。SNSK は2つの炭鉱を創業しており、町の人口の半分は炭鉱で従事している。現在ロングイエールビーンの最高活動は町から1マイルほど東へ行った第7炭鉱で行われている。年間6万トン産出する石炭はトラックで町に運ばれ、 その大半はノルウェー唯一の石炭発電所であるロングエール発電所で使われる。それ以外はホーテルニセットの港に送られる。炭鉱は機械化されており、最後まで人力で再興されていた第三炭鉱は1996年に閉港になった。第一炭鉱の粉塵爆発の犠牲者26名と1918年に、 スペイン風邪で死んだ7名が埋葬された墓地第一炭鉱はアメリカ人の炭鉱とも呼ばれるロングイエールビーム最初の炭鉱で1906年に開かれ1958年に閉じられたロングイエール国の北側にある1920年1月3日夜に粉塵爆発があり26名の甲府が犠牲になったことで閉鎖された谷の南側にある 第二炭鉱は1913年に採掘準備が始まり、実際に産出が始まったのは1921年のことである。しかし、第二炭鉱の地質条件は次第に難しくなり、創業は1938年に止まってしまった。会社は何とかして創業を続けようと第一炭鉱の採掘を再開することにした。入港口は 谷の奥へと移動し1939年から再興が始まり、一バイト炭鉱と呼ばれるようになった。同時に入港口の近くにスバードラップバイオンという集落ができた。一バイト炭鉱の創業は次第に地質条件が難しくなり、1950年から1958年は採掘準備のためだけに掘り続けていた。1958年石炭価格が下落し、 創業効率を上げる必要があるという観点から平行となった。1バイト炭鉱の内部はその後1960年代後半までは飲料水を貯蔵するために使われた。第2炭鉱の新しい入港口第2炭鉱は数年の間よく産出していたが1930年代になると行動が長くなり輸送できる限界を超えてしまった。百三十七年に 最初の入港口からの産出が終わり、谷の奥のニーバイオンの近くに新たな入港口が作られた。第二次世界大戦中の1943年、第二炭鉱はドイツの戦艦、シャルンホルストの砲撃により火がつき1962年まで燃え続けた。戦後、第二炭鉱での創業が再開し1947年に産出が始まった。 1952年がス爆発があり6名の交付が犠牲になった。第5炭鉱が開かれかつ石炭価格が下落したため1960年から1964年にかけて創業中断していた。その後創業は再開されたが1968年に終わった。空港の山側の第3炭鉱の採掘準備は1969年に始まり、 産出は1971年に始まり、1976年度には、第3炭鉱だけで SN、SNS 系の石炭産出の半分になるほどだった。1996年に産出が止まり、創業停止となった。第4炭鉱は、規模が最小で、産出効率が低いためにわずか2年で1970年に閉鎖された。第2炭鉱のベルトコンベアを使って、 石炭を取り出していた。第5炭鉱は、ロングイエール国からおよそ1 0キロメートル東へ行った、縁国にあり、町から離れたところで採掘された、最初の炭鉱である。まず道路を敷設し、電線と電話線を引いてから、採掘準備が始まった。不当から炭鉱への道路は1957年に完成し、この年に採掘準備が始まった。 翌年炭鉱へのリフトができ重機が導入された。石炭の産出は1959年に始まり1972年枯渇により閉鎖された。第6炭鉱の採掘準備は1967年に始まり1969年から産出された。1981年、石炭を取り尽くしたわけではないが、産出は終了した。 石炭の残量は38万トンと見積もられている。この炭鉱の石炭は熱量が小さい。第7炭鉱はアドベントダニの奥、ボールター国とホックス国の間にあり、ロングイエールビーンで現在も創業中の唯一の炭鉱である。炭鉱と採掘準備に数年をかけ、1976年から産出している。百七十八年産出が中断し、 ベルトコンベアや輸送機器の修理が終わった1981年から再開している。1920年に石炭発電所ができてから電力供給は安定した。1982年に地域熱供給ネットワーク付きのより近代的な石炭発電所に置き換わった。年間1 0 8ギガワット時のうち 55GWH が電力。 53GWH が地域熱供給として使われている。また、ここで熱による砂岩に CO2 を注入する研究が行われている。スバルバル空港にある世界の都市への距離を示す、標識観光客は主に春から夏にかけて訪れ、2月から11月まで、いくつかの旅行企画会社が様々なガイドツアーを提供している。 春はスノーモービルを特別な許可なしで運転できる。ノルウェーでは珍しい場所であることから非常に人気がある。ただし環境保護のため立ち入りできない場所も多くある。ロングイエルビーインのすぐ西にスワールバル空港がある。トロムソやオスロへの定期便が就航していて年間12万人が利用している。ロングイエルビーインは現在誰もが飛行機で行くことのできる。 世界最北の地であり、それに伴って様々な世界最北が存在する。教会、大学、ロータリークラブ、銀行、ATM、病院、幼稚園、公立図書館、ナイトクラブ、パブ、学校、スーパーマーケット、観光案内所、定期便のある空港、バス停、公安、タクシー乗り場、ギャラリー、映画館などなどである。年代には、 北極グマハンティングの時代になる。1973年に保護されるまでにおよそ700頭の北極グマが観光の名のもとに駆られた。現代でも町から出る際には北極グマの襲撃に備え銃の傾向が義務付けられている。かつてスバールバルへの観光は客船旅行が主で1970年代初頭には年間後から6000人の客船旅行客が 訪れていた。しかし1975年にスバルバル空港ができたことで住民と観光客の双方に大きな変化が起きた。1985年になって若干の生鮮食品が滞在者向けの商店で手に入るようになり観光客向けの宿泊施設ができるのにさらに数年を要したが1990年代以降は観光業は急成長を遂げている。 現在では年間4万人の観光客がロングイエールビー e を訪れているが、それでもノードカラットン全体の1%に満たない。平均滞在期間は2.2日である。8割はノルウェー本土からの観光客であり、外国からはスウェーデン、デンマーク、ドイツ、イギリスなどが多い。スバルバルは免税地域であり、ノルウェー本土との物品の輸送については、 外国としての扱いを受ける。ありがとうございます。